ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ずんだ村に佇む一軒のビデオショップ、地元の映画マニアもうならせる。とあるずんだの妖精の名物店長が厳選した激レア映画が揃っている。このマニアックな品揃えの中から、今宵ずんだもん店長があなたの知らない映画を自ら選んで紹介してくれる。果たして今夜はどんな映画を見せてくれるだろうか。ずんだもんのビデオショップ、ずんだ。はい、いらっしゃい。ビデオショップずんだにようこそ。このお店はですね、私ずんだもんが世界中のいろんな映画からですね、珍しくですね、超レアな作品をおすすめするお店なんですけれど、今回紹介する映画はデザンシャンテという映画なのだ。今夜紹介する映画はデザンシャンテ。デザンシャンテ、聞きなじみのない言葉でしょう。これはフランス語で幻滅という意味なのだ。映画の中で主人公がアルチュール・ランモーの死を解説するのだが、そこで引用される言葉から取っているのだ。監督はブノワ・ジャコー。彼は当時ドミニク・サンダと別れてジュディット・ゴドレー氏と付き合っていた。彼女の年齢は14歳、対して監督の年齢は41歳と、かなり年の差が離れたカップルとして世間を騒がせていたんだ。レマンディアンが失敗に終わり悲しみに暮れる監督をジュディットが慰め、この映画を作るきっかけとなったんだ。この映画は女が何人かの男と付き合う話なんだけれど、明らかに監督がドミニク・サンダやジュディット・ゴドレー氏と付き合っていた関係性を反映していると言える。さて、ここからは映画について語っていくのだ。主人公は17歳の少女ベット。彼女にはナルシストの彼氏がいる。ブス男と付き合ったら俺の魅力がわかると言われてダンスフロアに行くのだ。そこで気持ち悪い踊りをしている男にナンパするのだ。でもこの男も本能的な男で、激しく抱いてくるから幻滅するのだ。しかも本当の彼氏にはこのことがきっかけで暴力を振るわれてしまう。そんな中、彼女を暴力から助ける紳士が現れる。今度こそいい関係になるかと思いきや、彼もなかなかのナルシストだったのだ。本作はブレッソンの少女ムシエットを現代に置き換えたような話なのだ。家にも学校にも居場所のない少女が森ではなくパリの街をさまよう。そこで暴力と対峙し幻滅するのだ。悲惨な映画なんだけれど、ラストがとても美しい作品だったのだ。デザンシャンテはカイエリシネマのリストにも選ばれている。日本では VHS しかないのだが、もし見る機会があったら要チェックなのだ。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価お願いなのだ。モチベーションにつながるのだ。それじゃあまたなのだ。